私行こうか。先にあいつ、あーちょっと待って、あいつ行くの。ちょっと待って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 。戻ろう。武器を作りに戻ろうと思います。よし、じゃあね、骸骨がいたんでちょっと新しい武器を作って装備していこうかなと思います。1個でいいかな。ほうで装備する。オッケー、できた。わおわお、枯れとるな。切り株がある。ブッチもどんどきょんのこいつ。切り株持って帰りたいけどな。ここか。うすげえ、ビルじゃん。なんだこれ、また面白い建物だな。ひょっとしてここに種があるのか。ドアップやん私。レシル、とにかく上登ってみようぜ。オッケー、登ろうぜ。超ドアップやね。違う違う、ダッシュを間違える。なんか他にアイテムとか、あ、木箱いっぱいある。まあ階段がありますね。じゃあ登っていってみましょう。ちょっとすごいアップが見にくいんやけど、こんなんさ、アイテム見逃すやん絶対、アップすぎて。あ、金床がある。へー、集落ってすごい。回って回って、すげえ見晴らしがいいね。へー、すげえ。頂上で、あー、アップねー。頂上で、あー、やっぱアップはあかんと思うねんな。アップはあかんと思うねんな。こういう事故が多発する予感がしてたよ。怖えよ、アップ。アップ怖えよ。穴開きまくりんぐやな。ここちょっと待って、ないやん、ここ。作れということか。そのための金床？金床だけじゃ無理でしょ。え、作業台みたいなものないんですか？あ、ちょっと待って。やっぱアップはあかんな。見逃すな。どうやろ、この子。女の子かな。はぁ、どうしよう。魔物には襲われるし、武器はなくなるし、マジやってられない感じ。そこにある金床でなら武器も作れちゃう気がするけど、ものづくりに手を染めるわけにはいかないし。誰か小麦の種と引き換えに、ヒノキの棒でも装備させてくれないかなって。置いてきたわ、ヒノキの棒。もういらないヒノキの棒。木のポン作るか、しゃあないから。じゃ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 ーん。そのまま持って、そのまま本来は持ってきたかったところですけど、はい、ジャバ、ジバコか。キャハハ、なにこれ、いい感じのヒノキのボアちゃん。ひゃっ、てかあんた誰、この武器どうしたの。へえ、この武器あんたが作ったんだ。てか、ビルだってヤバい人じゃん。まあ、けどお礼言っとくよ。おかげで教団の教えに従って、この収…この収録跡をぶっ壊せるし、あかん人やん。で、あれあれ、私ってば、なんか嫌な予感。なに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 、なにこれ、なにこれ。ああ、また出ちゃった。ここアリたちの巣になっててさ、あいつらのせいで武器が壊れちゃったんだ。武器作っといてよかった。ヒノキの棒じゃ壊れるようなレベルなんやろ、多分。大友願い、アリのアリの大群倒すの手伝って。俺はちゃんとするからさ。喋りがごちゃごちゃで申し訳ない。俺ら怖い、俺ら怖いよ。あー、穴だらけだよ。どっから降りてき、どっから降りたれん、これ。どっから降りたれん、これ。あった、階段。遠距離武器とか欲しくなる、そんな感じ。ちょっと待って、どっから降りたらいいこれ、マジで分からんやん。え、降りて大丈夫それ。あ、大丈夫やったわ。はい、じゃあ行きます。うわ、すげえ。あれ、え、一発死ぬ。ほぼほぼ一撃やねんけど。後ろ棒やからか。夜の魔物に注意。あー、夜だけ狙われる強いものがある。あ、やばいやんそれ。時間的にやばいやん、時間。やばいやば
いたいたいた、サンプラトレン。向き向き向き考えると一発じゃなくなってきたし、アイアンアント、あ、ほんま石の武器作っといてよかったやん。今ハイタッチしたのごめん、見えへんかった、もう一回してくれる？やったぞ。いや、見して、もう一回見して。見えへんかったわ。キャハハ、アリたちを倒せたね。あんたが作ってくれたヒノキの棒、マジにいい感じーって。なになに、出た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 、なに今の、体からなんか出たような。で、まあそれともかく、あんたビルダーって言ってたけど、何か企んでるわけ？そんなわけあるか。え、農園で畑を作ってる？そのために小麦の種を探してるんだ。畑を作るとか、赤い神さんもバチが当たりそうだけど、この人ら食べ物どうやってしてんの？あんたが作ってくれたヒノキの棒、マジにいい感じだったし、私ってばものづくりに興味が湧いちゃった。おお、あの鐘の音がこんなとこまで届いたんかな。これ遅くなっちゃったけど、ヒノキの棒を作ってくれたお礼だよ。一緒にアントを倒したお礼でもあるんでしょうか、多分ね。うん、私はモンゾラのエイヘイ、エイヘイヘイ、ジバコ。小麦の種を植えるとこ見てみたいし、あんたたちの農園に私も連れてって。オッケーオッケー、それオッケーやけどさ、びっくりしたんやけど、エイヘイなんやこの子。へーこれ、この上階段作って上に行ってみたいですけどね。今あの階段作れてないんで、今度行きましょう。おお、人が増えたアイコンが出てる。そしていっぱいなんかお祝いしてる。うわ、どんだけ喜んでんの。レシルさん、新しい仲間と小麦の種を見つけてきてくれたんですね。この島の人たちはハーゴン教団の教えが広まってから畑を捨て、ものづくりをやめてしまいましたが、そんな人たちをものづくりに目覚めさせ、仲間にしていくのもビルダーさんの務めなのかもしれませんね。そうか、ここでものを作っていけば、俺たちの空っぽ島で緑を作る仲間も見つけていけるってわけだな。それはそうと、レシルさん、最近はいろんな素材も手に入って荷物が増えてきていませんか？実は私、レシルさんのために荷物を入れておけるロークを作ってみたんです。あ、それありがたい。袋を手に入れた、やったぜー。あー、ありがたいありがたい。その袋があれば荷物がいくら増えても持ち運べます。これからの冒険に役立ててくださいね。よっしゃ、おい、まだあったんや。それじゃあレシルさん、ジバコさんからもらった小麦の種を早速植えてみましょう。もしキャベツと植え替えたいなら、ハンマーで叩けば種が畑から出てきます。畑に小麦の種を植えてください。あ、じゃあ地面をハンマーで叩けば小麦が出るか、あ、じゃあこれじゃない、種が出る可能性があるってことか。はあ、袋を樹木上開く、洗濯でも袋にしまう。ほうほう、やってみましょう。あれ、これどこやねん、こうか。あー、楽ちんやん。ほう、こういうことやな、こういうことやで、やったぜ。さあ、それじゃあ植えていこう。そして小麦の種とは別に入れ替えなあかんのか。せっかくでもキャベツ生えとるから、生えてないところに植えれそうやったら植えてみましょう。で、足りなくなったら、あ、でも5個やもんな、十分でしょ。植え替えなくて OK だよ。で、あと夜やから、お昼になったら水撒いてくれるのかな。ニューって書いてる。もう鐘鳴らせるんや。鳴らしに行こう。あ、違う違う違う、ダッシュと間違えるな。やったわ。このミッションを達成してから鐘鳴らそうか。はいはいはい、寝ましょうか。みんな働いてくれないから寝ましょう。あー、わらべっと足りへんのちゃう、これもしかしたら。あ
まあいいや。よし、おはよう。ちょっと空腹も心配ではありますけど、でみんな水やりお願いしますね。中に入れていて、あの人動いてへんやん。なもう仲間ちゃうん。キャハハ、これが噂の大地と農園なんだ。あんたたちが作ったなんてマジでやばいね。あ、ギャル風に喋ればいいんか。小ギャルかな、これ。ガングロやん、ガングロギャルやん。私衛星だしさ、物を作るのはあんま自信ないけど、この場所を守るくらいならできるかも。私決めた。もうハーゴン教団なんかやめにする。目の前にあるぞ、副総監督があるぞ。あんたのベルダー教に入信するよ。ベルダー教なんかしてへんわ。そう考えるとなんか嬉しくなってきた。これであのダサい服との連中ダサい服の連中ともおさらばだね。ダサい思ってたんや。おいこそいい度胸だな。その兜コッパみじんに破壊してくれようか。ちょっとね、声ほんま安定しないな。え、やば。地獄の神子だった。オッケーオッケー。あれ、いつまで経っても何もできんねんけど。長ない、長ない、長いよ。やっとや、やっとお世話になった。リクエストもあるんかい。いや、レシル、私があげた小麦の種いい感じに植えたみたいじゃん。だけど健康な土が全然足りないみたいだね。このままじゃ大農園とかほど遠いよ。やばいな今日読み上げ。それはそうなんですが、いくら私が畑作りの天才でもこればっかりは。そういえば私この辺に住んでる大ネズミから噂を聞いたんだけど、教団に追われて転々としてる腐った土をきれいにできる 一族の末裔がこの辺りをうねうねしてたんだって。うねうねっておかしいやろ。ネズミかよ、ネズミかヘビかよ。本当ですか。もしその人を連れてきたら健康な土を増やして畑を広げられますね。小麦が育つまでまだ時間かかるかもだし、大ネズミから情報を聞いて土をきれいにできる人を探してきてよ。オッケー、探してきます。巨人があるねんけど。大丈夫なあれ、近づいて。端っこから行こう。ビビリプレイヤーレシルは端っこから向かいます。あったね、大ネズミ。導きの玉でちゅー。おや、あなた、この不思議な場所に引き揃われてやってきたのですね。僕の後ろにある玉は触れるとその場所にワープできるようになる、なんとも不思議な玉なのです。一度玉に触れておけばボタンで開く地図から一瞬で移動できるようになります。この島はそれなりに広いですから、拠点と行き場に拠点との行き場に役立つはずです。あ、ごめん、玉消しちゃったわ。おっと、もしこの辺りのことを聞きたいならそこにいるネズミに聞いてみてくださいね。キラキラうるせえな、さっきから。キラ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 うるせえんだよ。ちゅ、なんでじゃ君はやたらニコニコとした顔をしておネズミをバカにしてるんでちゅか。この辺りに土をきれいにする一族はいないかでちゅか。土をきれいにする一族っていうのはよくわからないでちゅが、ハーゴン教団の連中が険しい顔で東に走っていったでちゅ。ひょっとしたら何かあったかもでちゅね。そうそう、階段の手前にある手前にいるオネズミとは話したでちゅか。話したよ。冒険に役立つ話を聞けると思いまちゅ。まだ話してなかったら声をかけてみるでちゅ。ワープね。導きの玉を起動した。この玉に触るとこの場所にワープできるようになる。見つけたら必ず触っておこう。オッケーベビー。東言ってた。ウェスト、イースト、イースト、こっちだね。あ、なんか旗
けの名残がある。ドラキ邪魔やろ、ドラキ邪魔やろ、まあまあまあ、ちっちゃいのとでっかいのある、でっかいの赤いんじゃん。え、何それ、うわ、今ガードした。魔法使う、種も拾った。マジか、モンスターから種が拾えるんだ、ドロップするんだ。あー、順調に種も増えて嬉しい。やばいやばいやばい、殺されかけとる。おいレシル、なんだあいつらは。悪しき大水、大水がきれいな土を作っていると情報が入った。この地で物を作るなど許さんぞ。そんなちょっと体が勝手にうねうねしただけで。あ、ほんまにネズミ族やん。さっき言ってたの当たってたんや。ネズミかい、見て、お前ネズミやないかい。悪気があった、おきちゃん。えい、黙れ。物などを作って赤いをしないだとは豪語言断、あかん、言語道断、黙って罰を受けい。キキ、どうした人間たち。わしらは今ものづくりに手を染める悪しき大ミミズを粛清中なのだ。ありがたいお説教は後でみっちりとしてやろう。お前たちも粛清を手伝いなさい。ミミミ、そこの人間さん、ちょっと待って、泣き方おかしいね。ミミズやのにさ、なんかセミみたいな鳴き声やな。ミミンゼミじゃないよね、こいつな。助けて、助けてよ。おい、レシル、どっちにつく？ミミズか、骸骨か。お前たち、まさか教団に逆らう気ではあるまいな。ならば仕方ない、お前たちも粛清してやる。粛清だ、粛清だ。はい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 、オッケーオッケー。いや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 、皆さん、危ない、全然自分にかけて。いや、なんか眠っちゃう。魔法か、これ魔法なのか、これ。お前もお前のせい、お前のせいやな、分かっとんねんよ。魔法使い厄介やな。オッケーと、なるほど。あ、これ耕した後やな。え、違う、どっから来たこの人。ミミ、ありがとう。こんな声じゃなかった気がするけど、まあまあまあ。僕をいじめるハーゴン兄弟の連中をやっつけてくれたんだね。すごい声やな。グオゲー言うて、グオゲー。それで君たちは？ビルダ？新しい大地を育てるために土をきれいにする一族を探してる？実は僕、大地の息吹を感じて、ほぼうねうねと探していたんだ。これは運命ってやつかも。僕たち、大ミミズこそ腐った土をきれいにできる一族なんだ。僕がその最後の生き残りだよ。みんな粛清されちゃったんや、つらこんなうねうねが土をきれいにするのか。きっと農園のやつらも驚くな。僕、ミミツレシル、まずは大臣にある場所に僕を連れて行って。オッケー、ワープしようぜ。